ここはつなげておきたかったんですけどね、まあ、まだチャンスは続いていますんで、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには4番の内田入っています。最初は変化球できました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。さあ、ここで先制点を奪うホームランが飛び出しました。いや、低い弾道でしたね。打球が鋭かったですね。ここでの一発、早くも先制点を手に入れました。さあ、一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターは内田、そして塁上には菊池。まあ、ここは走らせても面白いと思いますよ。さあ、ここはスタートを切らせるんでしょうか。一塁はセーフ。ランナー動きませんね。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。ランナー動いてきませんね。一塁牽制、セーフ。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね。バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、まあ、カウントを見て変化球を投げてきそうなタイミングで走ってくる。変化球空振り、ツーアウトになっています。6回の裏、さあ、カープ、この回は4番から始まります。バッターは内田、今日はホームランを放っています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していく。2球目打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。初球は外。この打席ゴロを打たすようなボールに。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。よく走ってきました。ランナーの足を考えるとよく走りましたね。内田、バッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球ボール、伸びていく。どうだ、入れば貴重な追加。レフト見送った。ソロホームランになりました。白球高々と舞い上がり、マツダスタジアムのスタンドに消えていきました。追加点が入りました。カープ3対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。ベンチではチームメートに迎えられ、盛り上がっています。今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。終盤戦において大切な追加点ということになりました。